こんにちは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日何してるかって、今日はね、直売店の方でお客様対応いたしております。最近ね、気温も上がってきてメダカ目当てのお客さんが増えてきましてね、まあ忙しいんですけどね、なんかね、たまにはね、お客様の対応の方もさせてもらわないと、鈴木ね、動画ばっかり撮って仕事全くしないって言うんですよね。ですからね、今日はいらっしゃいませ、こんにちは、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、こんにちは。今日はメダカを見に来られたと。水生植物と、ぜひぜひこちら見てってください。はい、メダカのご質問、何なりと、私プロですから、はい、何でも質問してください。はい、はい、メダカのオスとメスの見分け方、ちょっと待ってくださいね。ということでね、このようにね、オスはですね、尻びれの形がこう長方形に近いような形、非常に大きくね、立派なものがついております。それに対して、メスのメダカはこうお尻の方、尻びれに向かって少しずつ細くなっていくっていうことなんですよね。で、あとね、この背びれの部分ですね、ここにちょっと切れ込みがあるっていうのが、オスの方ですね。はい、オスの、オスメダカの特徴です。メダカね、オスメス入れとくとね、非常にこうメダカがまた増えていったりして楽しいですよね。水温もね、20度ぐらいになってきたら産卵するって言われてますからね、だいたい4月の下旬とかぐらいになってきますかね、その頃に産卵のための準備とかした方がいいかもしれませんね。だんだんメダカ飼いたくなってきましたね。メダカ楽しいですよね。はいはいはい。そうなんですね。まだ他にも質問ある。もういくらでも聞いてください。私プロですから。はい。何？メダカを最初に飼うときにこう水合わせって必要かって聞いたんだけどって。ちょっと待ってくださいね。ちょっと。メダカのね、水合わせに3つポイントございまして、1つは水温、まずね、入れる水の温度と、そのメダカの放す先の水の温度、あともう1つはそれがまず一緒にしないといけないということと、あともう1つはですね、カルキ抜きですね。水道水使う場合なんかは塩素が入っております。カルキと言われるね、それがちゃんと抜けてから水と合わせていただくということが重要ですね。カルキはね、だいたい組み置きしといて1日も例えば蒸発してしまいますから、抜けてしまうっていうんで、それだけでも大丈夫ですし、急がれる場合はカルキ抜きっていうね、土着園芸でもというような商品を、使っていただければそのすぐにね、無毒化することもできますので、おすすめですね。はい、あと3つ目はですね、 pH とかですね、水の水質、目に見えない部分がですね、違いますので、それは少しずつ水を追い足していって、水を合わせていただいて初めてこうメダカを放すことができますので、この3つはね、ポイントですから気をつけてください。はい、はい、ますますメダカ飼いたくなってきました。いいですね、メダカって可愛いですよ。餌あげる時なんかね、非常にね、寄ってきて可愛いんですから、もう本当に。また聞いてください。私プロですから、何でも餌の与えるタイミングと量、ちょっと待ってくださいね。餌の与え方はですね、1日にね、本当に2回ぐらい、朝とね、夕方とぐらいに、メダカがね、こうパラパラっと乾燥のね、餌なんかはパラパラっと撒いて、それがね、浮いている間にこうね、2、3分以内にメダカがきれいに食べきれるぐらいの量がいいとされてますね。はい、あんまりね、メダカにいっぱい食べるからといってやりすぎると、本当にね、こうそこに食べきれないものが沈殿してって水の汚れにつながってしまいますので、特に気をつけてくださいね。はいはい。それで、メダカ、自分家にあるプラバチでメダカを飼ってみたい。いいですね。プラバチも軽くてね、管理がしやすいんでいいですよね。
あ、そうなんですね。うん、あ、ね、また質問。あ、何なりと聞いてください。私プロですから。はい。うん、え、メダカ、うん、持ってるプラバチで何匹飼えるか。え、ちょっと待ってください。こちらね、メダカはね、だいたいね、1リットルに1匹ぐらいがいいとされてるんですよ。エアレーションとかするとね、またちょっと変わってくるんですけどね。はい、でこちらの、プラバチがですね、内径、こっちのね、内径がまあだいたい30センチ、35センチぐらいありますかね。はい、こういうプラバチだと、先ほど測ってみたら、だいたい8リットルから9リットルぐらい水が満水で入ります。ですからこれぐらいのサイズだったら7、8匹ぐらい、ちょっとね、メダカはね、少ないめの方が安心してメダカを飼育することができるみたいですね。こんなね、小さめの水鉢に、メダカをね、20匹とか30匹とか飼ったとしますよね。そうするとこの中でこう酸素の取り合いみたいな感じになっちゃって、メダカ酸欠になっちゃって、もう本当に苦しいってなっちゃうんで、メダカはあんまりたくさん入れない方がいいですね。はい、であとメダカね、こうたくさんいればやっぱりその分糞もいっぱいしますよね。餌もやって食べ残しとかもいっぱい出ると思うんです。ですからそうなると、水の汚れも早くなっちゃいます。ですから頻繁にこう水替えしたりとか、あと不足した、酸素をエアレーションするとかすれば、小さな容器でたくさん買うっていうこともできますが、普通はね、これぐらい小さな時は本当に7、8匹ぐらいがおすすめですね。はい、はい、今日メダカ買って帰る。ありがとうございます。そうですか。本当にね、メダカっていいですよ、本当に。うん、任せてください、私に何でも聞いてください。で、メダカ飼って育てているうちに水が汚れてきたらどうするか、水替えは何かポイントあるか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。それでね、生育させている中でですね、1週間に1回ぐらいね、水替えしていただいた方がいいですね。水量がね、大体3分の1から4分の1ぐらい一気にね、全部やるとやっぱりメダカにストレスがありますので、少しずつこうね、週に1回ぐらい変えてあげると、水をきれいに保ちやすくなりますので、こちらもおすすめします。あとね、メダカを買っていただいたお客様はぜひね、水草を沈めることをおすすめいたしております。土着園芸ではこのように寄せ植えになっている商品がございまして、これを、水鉢の中にこうやってこのままポチョーンと沈めるだけでね、楽しんでいただける商品がございますので、ぜひおすすめいたしております。やっぱりね、メダカだけがこう水鉢で泳いでる姿もね、これはこれでね、いいと思うんですけど、でもね、個人的な話ですが、スズキはですね、こうやってね、水草があって、この水草の影をこうメダカが泳ぐ姿、これがね、なんとも愛おしいんですよ。なんとも頼りないスタッフでしたが、日々勉強して頑張っております。それではまた。